どうも、北山水泳です。はい、昨日ですね、3月10日、なんとですね、世界記録が出ました。はい、この時期に出るって感じですけども、女子200メートル背泳ぎにおいて世界記録が出ました。出したのはケイリー・マキヨン選手です。はい、この選手、まあ有名ですけどね、めちゃくちゃ速い選手ですけども、オーストラリアの選手ですね、タイム2分3秒14と、元々の記録を約 0.2秒更新しました。元々の記録はレーガン・スミス選手の記録ですね、2分3秒35でございますけども、タイムをこう比較してみると、後半がね、やや、はい、強いという傾向にあります。ケイリー・マキヨン選手ですね。まあでも言うて200メートル背泳ぎって、速い選手めっちゃ女子で今多いんですよね。なので、まあ今、世界記録を出しましたけども、まあ、世界水泳本番では、このまま優勝と言われると、そうでもないという。他にも速い選手いるんで、まあ世界記録をいくら持ってるとはいえ、まあ、世界大会当日で抜かれる可能性も全然ありますし、まあそのままこの世界記録をさらに更新してくる可能性も全然あるということがありますよね。まあ、なんと言いましても、この時期に世界記録が出るっていうのがまあそもそもすごいんで、はい。これは本番楽しみにしていいと思います。はい。では、今回は以上になります。しゃっ。チャンネル登録お願いします。他の水泳あるあるはこっち。そして僕のコンビ、チャイルドプリンスのチャンネル登録はこっちでございます。はい。はい、終わり。はい、終わりです。はい。他の動画見といてね。で、チャンネル登録もしといてね。うん。チャイルドプリンスね。お願いします。